ザ・ストラマの春宮です。今3スタイル目が終わって、これから4スタイル目を作っていきたいと思います。で、今、ボブのベースになっているので、ここからレイヤーを全体的に入れて、ショートウルフベースにしていって、パーマとカラーをやっていきたいと思います。で、少し切っていきます。これ緩やかに前上がりベースにちょっと回り込んで、その上のグラデーション、割とレイヤーはしっかりめに入れたいので、今入れたグラデーションの部分からしっかりつないで、仕上がりとしては少し丸さもあるスタイルにしたいので、こうもうカットラインで割と動きをつけて。で、その上をレイヤーを入れていきます。こうつないでいきます。レイヤートゥーラインまで、その上を鉢植えレイヤーつないで、で全体的にレイヤーで動きが足された状態になります。先ほどサイドを割と切り込んでるので、ここに向かってベースをつないでいきます。今切ったところまでを前髪からまたつないでいきたいと思います。これでバックから前髪まで全体ベースがつながった状態ですね。で、ここからメインにかけて、バックのレイヤーをガイドにメインまでつなげていきます。割とパーマは平巻きメインの、丸めなリッチ感にしていきたいので、
結構丸めなり痴漢でパーマをかけた時にレングスが上がるのとシルエットがカットラインが強調されるのでそれもイメージしながら切っていきます。ボブスタイルそこまで、重さは出してないので軽く毛先なじませる程度で、基本的にパーマの場合は、普段のベースカットよりも少し重めの方がいいので、モデルさんの髪質的にもそこまで毛量調整はいらないかなという感じです。基本的に、鉢下の部分はダウンステムで構成していきます。そこまでボリュームのいらないところなので、平巻き部分はダウンステムで、ウルフの場合だと割とレイヤーが入っていたりベースのカットラインが前上がりになったりするので、ここはしっかりカットラインを見つつ、巻き込んでいきます。で他も同様に、ダウンステムで鉢下は平巻きで巻いていきたいと思います。今鉢下を巻き終わった状態です。で全体こう前上がりベースで、平巻き入れ込んで巻いてある状態です。でここから鉢上に行きたいと思います。この鉢上の部分は、ある程度ボリュームが出てほしいところなので、ここはもう一段でいきたいと思います。で動きにある程度ランダム感をつけたいので、円錐とロングロッドで巻き分けでいきたいと思います。交互で巻いていきます。大体2回転半ぐらいですね。割としっかりめにレイヤーを入れてるので、スライスはなるべく厚めで、レイヤーのばらつきを誇張しすぎないように巻いていきます。で反対側も同様に巻いていきたいと思います。パーマ巻き終わりました。で先ほども言ったように、ベースに合わせて平巻きを入れ込んでいます。鉢下部分で、鉢上部分はスパイラルと円錐の交互で少し、動きにランダム感をつけた状態ですの構成となってます。パーマ上がりました。
で先ほどのスタイルで、全体ワントーンダウンしてるんですけど、パーマで少しそのライトナーベースが出てくるので、そこに塩基性のオレンジをかぶせていきたいと思います。はい、これでカラーも上がった状態になります。でこのあと、色味を生かしつつスタイリングしたいので、ドライクリームを少し取って、でしっかり手に広げてから全体になじませていきます。で全体的に丸いシルエットになるパーマをかけてるんですけど、そのベースは生かしつつちょっとニュアンスをつまんでスタイリングしていく感じでやっていきます。でこれで自然乾燥していきます。